古屋というか、日本には昔から百馬鹿という言葉がございますが、まず一番数の多いのが親馬鹿チャンリンといって子に甘い親ですよね。ですから昔から言ってました、可愛い子には旅をさせろという。何も小遣い持たして汽車に乗せて旅行させるわけじゃない。世の中に修行に出して他人の飯を食わして苦労させるとやって、人間苦労しなきゃねえ、世の中に出ましてもね、思いやりもなければねえ、第一一人前の人間として通用はしません。山中鹿之助という人は、我に七難八苦を授けたまいと言って神仏に祈願を込めたというぐらいのもんだ。それに人間はね、親と生まれながらにして徳不足を持ってこの世の中に出てくる。立派なお家を親と生まれて生まれながらにしてご主人公の身分の方もいらっしゃれば、親代々ご家来の身分の方もいらっしゃる。立派なお家生まれたからってそれでいいもんじゃないがね。公家の子も田舎に置けば田舎者、人は宇治より育ちなりけり。まあ教育が一番これ肝心なことで、まあ、これは一番数が多いでしょうね、親バカチャンリンというのが。さてその次はこの色バカってのがございますな。早くじゃあスケベの見本だね。これは、勢力をすり減らすんですからね、寿命が縮まるね。この世の中にね、せっかく生まれて出てきたんだ、まあまあ体を大事にしなくちゃいけません。さてその次は欲バカってやつでね、見栄バカね、欲バカ、あってもあっても欲しいという我欲むさぼりですか。功徳を積むことも知らないでね、ただあってもあっても欲しいという。金銀財宝がいくらたくさんございましてもね、死んでは持ってかれやしませんや。死んで持ってくものは2つしかない。それは財商に功徳。さてその次はバカの大運といってね、お相撲さん別ですよ。お相撲さんがたくさんね、食べておいしいものをね、どんどん召し上がって稽古に励んで立派な強いお相撲さんになっていただきたい。お相撲さんは別だがね、一般の人はね、じゃあ大晦日食ったっていいね、食べてもいい、そのだけのことをすればですよ。まあ全部とは言えませんがね、大晦日を食ってもね、一人前以上の仕事をする方もいらっしゃる。しかしこれはちょっと少ないですよな。飯は5人前、仕事は半人前ってのが、ただ大飯は口は長寿まで入って、じゃあ製粉機だ、腹八分目に病なし。そこへ来たのは誰だい。船長ですよ。あ、船ちゃんかい、こっちを入るよ。ちょっとね、おそるさんに話があってきたんですよ。こっちを入るよ。何話って。ねえ、親方のおかみさんがさっきちょっと出かけましたからね、その隙に買ってばお話にしたんですけども、だから何よ話ってのは、実はね、お父さん、私はこのうち暇が出ちゃったんだよ。え、暇が出た、お前らかい。そうなんですよ。どうしたってのなんだ、悪いことしたの。悪いことなんかしやしませんがね、親方がね、こんとこ景気が悪くてしょうがない、で俺のうちも仕事が暇で困る、お前のような大飯を食うやつを置いたんじゃとても心証が持たねえから、どっか他行って働いてくれってんですよ、で腕の方は俺はみっちり仕込んであるから、どこ行っても一人前の職人として通るんだから、他行って働いてくれってんです。暇が出てたんだ。うちのお父さんケチだね、何もご飯たくさん食べるからってさ、暇出すことないじゃないか。で何か天吉、お前ここ出るつもりなのかい。出たかありませんよ、私は。え、おつるさんと固い約束が交わしてあるんですよ。出たかありませんよ。だけど親方も置いてくんなきゃしょうがねえでしょうね。だからね、そのことをちょっと今言いに来たんですよね。私もね、涙飲んで諦めますから、おつるさんも私のことを諦めてくんない。私は嫌だよ。え、どうしても夫婦にしてくれなければ死んでしまうってや、きっと誰か間に人が入って話をまとめてくれる人はいると思うよ。お父さんやお母さんだってさ、私の体が大事だと思えば許してくれる。このうちにいない方がいいんじゃないのかい。だからお前、私を連れて逃げておくれよね。さいけませんよ。
子供の自分からご恩があるんだよね。じゃあ恩を後で返すようなもんだよ。大事世間に知れてもよくないや。だってさ、どうしても死んじゃうってしょうがないじゃないかよ。ね、とにかく迷惑だろうけど、私を連れて逃げておくれよ。で、許してくれたら今度は帰ってきて、二人でもって心配かけた目汗に親孝行すりゃいいじゃないか。ね、だからさ、千吉や、あたい連れて逃げておくれよ。そんなに面倒くさ私のことをお鶴さん思っててくれるんですか。え、ありがとうございます。え、よし、じゃあ逃げましょう。今、いや、来たかしら。あっと、昼間はいけませんよ。人目がある、人目が。第一ね、親方のおかみさんが、え、いつ帰ってくるかわからしないよ。じゃあどうしよう。だから今夜ね、みんなが寝静まった自分を見計らって、私が裏の方からね、呼び出しますから、支度をして待つのよ。あ、いいよ、待ってるよ。お鶴さん、お鶴さん、せんちゃんかい。さっきから待ってたんだよ。そう、早く逃げましょう。じゃあね、いいかい、これ持ってっとくれ、いいかい。さ、返しましょう。これ頼むよ。なんですこれ。これあたいとお前のあの傘、番傘とジャムナが入ってんだよ。だからこっち下駄が2足。そんなのにダメですよ。だって雨でも降ったら困るだろ。その時は買ってあげますから、そんなもん置いてらっしゃい。そう、じゃあこれ置いてこうかしら。じゃあこれだけ持ってってくれよ。大きな月だな。なんでそれ。これさばいとお箸が入ってんの。冗談言っちゃいけませんな。引っ越しをするんじゃあるまいし、これからね、駆け落ちをしようってのにさばいたのお箸なんか。だってさ、二人でもってどっか間を借りるったってすぐいるもんだろ。私借りるの嫌だよ。その時は買ってあげますよ。今日ね、親方からね、ちゃんと金をもらって思ってんですから、え、買ってあげますよ。そう、じゃあこれ置いてこうかしら。うっかりしちゃった。じゃあこれだけ持って、これ持ってってちょうだいよ。何を持っていかねばいいんだからな。なんこれ、これあたいの一番気に入った着物、あたいが自分のも持ってくんだからいいじゃないか。これ持ってっておくれよ。よくない。どこでも付き合いよ。ね。だからしょっちゃいますからね。さ、逃げよう。さ、早く逃げよう。追っかけてこない。大丈夫。大丈夫よ。ねえ、センちゃん。で、何かい？これからどこへ行くつもりなんだい？それなんですよ。めったなとこ行ってこんなことはお願いできませんしね。私のおじさんのうちに行きましょう。あら、センちゃん、おじさんなんかいたの？とも知らなかった。どこにいんの？四谷の鮫川市なんですよ。四谷にそんなとこがあんの？そこから遠いの？ちょっと道のりはありますがね。まあ行く時もあったらもうこれ着くでしょ。ああそう。で、おじさんの商売なに？商売なんか何だっていいでしょうよ。でも一回必要だよ。やっぱり職人？職人じゃないんですよ。じゃあ飽きんの？あんまり大きな声じゃ言えませんがね、主に夜働くんですよ。あら、大きな声で言えない。夜働くってじゃ何かい。せんちゃんのおじさんってのは商売泥棒かい。泥棒じゃありませんよ。縁日飽きんどですよ。縁日飽きんどだっていいじゃないの。なぜ縁日飽きんどはいけないの。何売ってんの。売ってるってね、実はね、どっこいどっこいとからくりやってるんですよ。何にどっこいどっこいとからくりってんの。おれ、ちょいちょい縁日行ってて知らないんですか。だってあたいつもおっかさんと一緒だもの、そんなもの知らないよ。なあ、みそのどっこいどっこいってな。これはね、大きな分回しなんですよ、分回しが。分回しが、この周りにいろんな品物がいたんですよ。金華糖のお菓子だとかね、それから手ぬぐいだとか、まあ、お正月が近づいてくると、羽子板、駒、ね、笛だとかね、そういう品物が置いてあるんですよ。またいろいろありますよ。で、分回しをぐるぐるぐるっと回してね、この針が品物とかにピタリッと止まるとこの品物が取れるんですよ。ああ、それがどっこいどっこいってんの。で、黙って店出してんの。黙ってて、あんたお客は来ませんよ。怒鳴るんですよ。いらっしゃいいらっしゃいって、いえいえ、なんて怒鳴んの。へへへ、なおね。まあいいでしょ。機械ちょうだいよ。さあ、張った張った、さあおはんなはい。張って悪いわ、親父の頭。春が切れない提灯や、くるくるっと回ってるうちはもたらしい。さあ、おはんなさい。さあ、あらんまと止まれば銀河灯がこれだけ。さあ、ご支援もご存ですよ。ご支援もご存です。それがどっこいどっこいってのは面白そうじゃないの。で、何、カラクリってのはどんなことすんの。本当に何かお得のカラクリ知らんのか。あたりは知らないよ、見たことないんだもの。しょうがねえな、カラクリってのはね、周り覗き目がね、横にこう並んですよ。ね、四つか五つ並んですよ。横に並んでんの、四つか五つ、
そこをのぞかせるんですよ、逆に。それで、こっちでもってね、いろんな絵を見せるんです。上の方にね、こういうものやりますって、小さな絵看板が出てるんだ。はぁ。どんなもん見せるの？白木屋おこまだとかね、それに八百屋おいしきね、鍋島の猫騒動、石見重太郎のね、猪木七大家なんかね、見せるんですよ。はぁ、それが、からくりってね、これを覗きからくりって言うんですよ。覗きからくりね。で、やっぱりそれも何貼った貼ったっていうのを、これは節をつけるんですよ。面白そうね、聞かせてよ。嫌ですよ。駆け落ちをしながらね、からくりのまねなんか嫌ですよ。で、やたら知らないんだから、使いちょうだいよ。小さな声でいいからさ、いくら夜が更けてたってね、往来の真ん中をからくりのまねなんか、いや、聞かせてよ。意地悪。意地悪ってことはねえでしょう。じゃあやりますよ。どういたかったこと。あそらお寺さんは駒込吉祥寺、あそら茶の湯座敷の地の間で、あそら学問なさる後ろから、あそら膝ですっらついて目で知らす、たかさん、いい先生さん、これでおかわり。おもしろい。いや、これ立てませんよ。こっちから突っ込むんじゃねえや。それがカラクリしてるの？なあに、このカタンってのは。あ、これはね、糸を引っ張ると絵がカタンと変わるんですよ。ああ、そう。で、なあに、その千さん、これでおかわりってのは。あ、これはね、お客のことを千さん。銭を持ってくるからお客のことを千さん。ね、これでおかわりってのは、今度はね、人が変わってそこを覗かせるんですよ。ああ、それで千さん、これでおかわりっての？千さん、これでおかわり。あたい今度は演じってさ、出てたら、見よった。で、何？千ちゃんがそれやってたの？ややしませんよ。何が？どこ探してもおそらいねえのか？いねえ？しょうがねえ。ねえ、お前さん。それから台所行ったらさ、大きな土が二つもできてるんだよ。うん。開けてみたらね、傘が二本と下駄が二足。うん。片っぽ開けてみたら、お前さん、おはっとでタレが入ってんだよ。変なもつにございなかったな。はあはあ、そうか。いや、先行とどっかで諸程度を持ちにいるんだな。先生が連れ出したのかね、そいつはわからねえ。おつるの方から後から追っかけたってか、そいつはわからねえかな。なんでも先生が四谷の方におじさんがいるってたね。俺もそんなこと聞いたんだ。だがよ、四谷のどこだか大事な名を知らねえから探しようがねえじゃん。なんだ、お客がねえた。ああ、今日お断りしてくれ。一応さ、取り込んでんだから、いずれなんだろう。急ぎの仕事なんだろうからな。お断りしてくんな。あ、それから、ほら、タンスを開けてみたらさ、あの子は一番気に入ってる紐が2枚もないんだよ。じゃあ、やっぱりどっかでもって、所詮。何してるんだ？帰りません。お断りしな、まず。何を？娘さんのことでもって参りましたって。なぜそれを早く言われんだ。こちらへお通ししな。どうぞこっち、どうぞ。お初にお目にかかります。私は長らくこちら様へご厄介になっておりました千吉の叔父で忠次郎と申します。お見知りおかれましてお心安くお願いします。実は昨晩遅く千吉がこちらのお嬢さんを連れて私どもへ参りましてな。そうでしたか、やっぱりそうかい。おう、千吉といつだとよ。で、うちの娘は、そのことでもって私が伺いに上がったようなわけで、昨晩のうちに早速こちら様へお送りいたそうとは思いましたが、夜も更けておりますし、それに四谷からここまではちょっと道のりもございますので、お風邪をしかいけねえと思いましてな。実は私のどもまあ乙女したようなわけ。それいやいやいや、千吉は2回寝かせます。お嬢さんは私とばあさんの間へ寝かせましたから、まあご心配には及びませんが、さて今朝ごとになりますと二人が何やらいっそいっそばらし、だんだん様子を聞いてみると、二人はもうとうの昔から固い夫婦約束が交わしてある。どうしても夫婦にならなければ川に身をなめて死んでしまうなんてとんだ無分別。まあ千吉やともかくもお嬢さんはこちらのたった一人の娘さん、いかがでございましょう。二人はもうとうから惚れ合っておりますし、年頃もちょうどいいと思いますが、
お嬢さんを千吉の嫁にくださいますか、それともこちら様で千吉を婿に取ってくださいますか、二つに一つのご返事を伺いに上がったようなわけでございましてな。そうですかいって言ったら困ったな。おつらはね、うちの一人娘なんだよ。嫁にはやれねえんだよ、と言ってね。変質なようなの、大目でもいいな。え、おい、どうしようか。困ったことができちゃったね、お前さん。どうしたもんだろうな、おつらだ。お、もしお二人さん、ご相談なんかなってる場合じゃございませんよ。ぐずぐずしておりますと、若い者の二人が、たまなしになりますよ。いや、考えてる場合じゃございません。え、ご思案などなくてる場合じゃございません。ご思案はご存です。ご思案はご存です。さあ、はったはった、さあ、はんまはい。はっちゃがりんは、おやじの頭、くるくるっと回ってる間がおらがし、ご思案はご存です。なんだよ、お前さん、急に調子を変えて。え、その縁日であったら、どっこいどっこい。何年もございません。申し遅れましたが、私は、公募の縁日へ出て、どっこいどっこいやからくりをやっておりますので、ついそこで、商売の癖が出てしまいまして、どうも面目次第もございません。そうかい、お前さんの商売、どっこいどっこいやからくりやってんのかい。今も言う通りね、おつらうちの一人娘で嫁にやれねえんだよ。あのね、一生目ってことがあるがね、先日はね、一生を炊こうが二生を炊こうが、お足の底が見えるまで食わなきゃ気の済まねえって大義でね。あそらおっしゃるところはごもっとも、あそら朝が三千昼三千、あそら夜の夜前は食事中のお定まり、あそらこれから五年はちゃんと食わねえようにと言いつけまするで、どうか婿に取ってくださいな。おかみさんがお箸をぐっと突き出して、でも千さんはこれでおかわり。六代目松花楼馬楽さんのからくり屋でございました。